こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。昨日もね、久々だね、国学大学行って、金庫の会のね、シンポジウム、それと公開シンポジウム、解除付きコミュニケーションね、それと研究会っていうのはこれ第1回なんだよね。どちらも第1回。ああ、そうだ、そうか、そうか。大きな一歩ですね。そうだね。まあ、解除付きコミュニケーションっていうのは、言葉が出ない人のために、文字盤を使ったりな、それからパソコン使ったりとか、で、指談、筆談もね、含めて、誰かが解除しながらコミュニケーションの支援をするという、そういうふうなものだと考えればいいんだな。はい、で、まあ、柴田先生ね、もうあの先生に関しては何十年、ずっとね、重度の障害者が、一般的には言葉がないとかさ、意思がないとかされてるんだけど、そうじゃないと、彼らにも意思も言葉もあるというふうなことでな、先生いろんな試行錯誤、いろんなことをこう取り組みをやってきてな、その結果言葉を引き出すことができるようになって、今に至ってるんだけどね。そうだね。うん、いや昨日はね、本当に当事者の声ということでね、当事者の方々がどんなふうに思っているかとか、どういう思いでいるかとかっていう、そういうのをね、発表してくださって、なんかすごいなんかストレートに胸に来たな。そうだよね。だから要するに彼らには言葉がないとかさ、意思がないとか、あるいは何も感じないとか、そうそんなふうな感覚だからさ、だからほら、町田の施設の人たちが歌ったけどさ、私たち抜きで決めないでくれって、当事者抜きでね、本当に自分たち抜きでいろんな法律が決まったりとかさ、方針が決まったりとかさ、してしまうわけだからさ、でこの子たちには分かってないからっていうふうなこととかな、でそれからなんとか支援学校、特別支援学校でもさ、もっと難しいことをしてくれって、そうな、こんな幼稚な話じゃなくって、なんかこうね、幼稚園児みたいな歌わされたりさ、いい大人がさ、な、やだって、そんなことも言ったよな、言ってた。昨日はね、発表された方々が、ご家族が、指を取って、お話をしたりとか、あと公開の研究会の時には、ヘルパーさんがね、文字盤を使って思いを伝えたりとかね、そういうことをしてたじゃない。だから随分こう広まってるんだよね、ごくごく一部で。そうだけど、300人集まった昨日ね、310何人とかな、すごいよね。それでも本当に、非常にマイナーな、ではあるんだよ ね、 そうだね。ただ、本当に数人で始めたことから考えればさ、大変な広がりであってさ、やっぱそういうことを求める人も多いし、興味ある人、理解する人も増えてきたということでさ、昨日なんかね、ほら当事者として、滋賀県から、山ちゃんが来てたりとか、あと見たり聞いたりしてる、お客様の側でも、関西の方から来てる人とかね、いっぱいいたからね。そうなんだよね。なかなかさ、いわゆる施設なんかでもさ、柴田先生が一生懸命やってることに関してもなかなかさ、やっぱり理解が進んでいかないというのは現実ではあるんだけど、だけどこういうのはさ、一気にドーンといくもんでもないのよね。そうだね。本当にじわじわと行き、また広がればそこでね、それ批判する人も出てくるし、そこで停滞するんだけど、またやっぱり広がっていくとかさ、そんな形でさ、行くんだと思うんだけどね。昨日ね、発表された方のお母様のね、気持ちが私すごく、なるほどと思ったんだけども、例えばこの金庫の会のこととかさ、柴田先生のことを聞きました、でもうちの子は無理とかね、だから例えばあるお母さんがね、娘の気持ちが聞けたのよって言って喜んでても、例えばその障害の度合いっていうのは違うわけで、例えばそのお嬢さんっていうのは自分で、嫌なことは嫌っていうふうにちゃんと言える人だった、うちの子はそうではない、言える時もあるし言えない時もあるって、だからうちの子はそういうのに当てはまらないっていうふうにやっぱりまず思ってしまう。
そうだよね、そんな話をしていて、そうそうそう、でその時にじゃあその当事者の息子さんはどう思ったかっていうと、いつになったら自分にはチャンスが来るんだろうって、うん、そういうことよね、聞きながらな、そう思うわけだから、でうちも聞いてるわけだから、でお母さんが勝手にいやうち無理うち無理ってやるんだからさ、そう、まあ、でもその気持ちも分からないでもなるないけどね、うん、だからやっぱああいうチャンスにね、うん、こう見てみると、うん、ね、やっぱり本当に 1% でも可能性があるかもしれないって思えばさ、うん、ああいうところに来てさ、うん、見たり聞いたりして、うん、ね、で最初はそんなバカなと思うんだろうけどね、うん、それお母さん方そうだったからな、昨日発表してたな、みんな、ね、ああ最初は、うん、その 1% って私たち簡単に言うけど、うん、それまでのね、そのお母様とそのお子さんとの長い歴史の中で、うん、1% の望みも全てこううん、打ち砕かれてきた歩みがあるわけよ、うん、ずっと生まれてから、まあ、望みを持たない方がまたね楽だった、楽だ、下手に望み持つと裏切られて、ああダメだった、やっぱりダメだっていうことになる辛さもあるからな、うんうん、だから防衛本能ってやっぱり人間働くんだよ、そうだよね、でも同時にね、うん、俺が知り合った、若いお父さんだったよ、うん、ね、で小学生の子供がいて、うん、1年生の子かな、うん、言葉も出ないんだよね、うんうん、そういう状態だった、うん、そのお父さんはね言ってたよ、もう、自分にとってのね夢はその息子とコミュニケーションすることなんだっていうわけね、うん、だからいやそういう思いもあるわけ、ただ彼はそのこういう、指南筆談とかさいうことは知らないしさ、うん、まあパソコンのことはどこか分かんないけどさ、うん、パソコンは入力なんかできっこないと思ってるから、そう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 、だからそういう風なところに足を踏み込もうと今してないからね、うん、うん、でももしそういう気持ちが本当にこうもっともっと膨らんでくればさ、うん、こういうところにもこうピピッとこうね反応する可能性もある、なかなかでもさ、うん、じゃあこのことをさ、うん、どれだけの日本の中で誰何人知ってるかって時にさ、うんうん、まあすごい気が限られた人数なんだよね、そうだよね、うん、だからまあこういう情報にこう接するチャンスがあるかどうかが一つだし、そういう情報を得た時に自分がどう反応するかっていうこともこう計算していくと確率はすごくちっちゃくなってくるね、うんうん、だけど昨日ね当事者の方々がもうねもう発信する、うん、決めたって、うんうん、そういうことをおっしゃってたじゃん、そうだね、ね、地下に潜っていくようなそんな時代じゃないって言って発信していかなければいけない、そう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 だよ、それ相当な覚悟なんだよね、そりゃそうだよ、でまあね柴田先生はまあ大学の教授だし、うん、あの通りのこう本当に正直なさ、うん、真面目な性格だしさ、うん、まあああいう先生がやるっていうことはすごい大事なことだと思うな、そうだね、なんかちょっと怪しげな人がやるとさまたね、そうだね、やばいけど全部もうひっくり返ってしまうんだよね、うん、どうだって、うん、そうそう、ああいう先生がこうまあ中心になってさ、うん、動いていくっていうのは期待は持てるんですけどね、うんうん、そうだったよね、なぜこうコミュニケーションがすごく取れる時と取れない時がある、うん、その違いはなぜかとかっていうのを科学的にね、そう、そのノウハウを測ったりとかさ、うん、血流を測ったりとかさ、そう、そういうことをしていって、そう、うん、だからね、そうだから我々外から見てればさ、うん、例えば文字盤を打ってるこう指でね、うん、指さしてこう喋ってる子がいたよね、うん、まあ、ヘルパーさんが喋ったんだけど、うん、でもあの子は文字盤をじっと見てるわけじゃないんだよ、うん、違うとこ見てるわけでね、うん、でどうして文字盤の字が分かるんだとかさ、うん、そういうこと言い出したらね、うん、あれいくらでもある、うんうん、だから彼らは多分その頭の中で、そのさ自閉症の子でもさ、うん、何月何日に何どこどこ行ったってもうビシッと全部正確に覚えてる子がいるんだからさ、うん、それと同じようにさ、うん、なんか脳の中にそれ脳の中に文字盤があって頭の中に、うん、ね、でそれに沿って手を動かしてるっていう、うん、ことも考えられるし、でもそれは証明もできないわけだよな、うん、ここにあるだから、そうそうそう、ね、ここに文字盤があるのになぜっていう人もいるわけだし、そうそうそう、だからそうやってできちゃうんだから仕方ないというのもあるしね、うん、うん、だから彼らがさそういうふうな、嘘でしょうなんてみんなに散々言われてきてると思うんだよね、いやもうそう思うよ、うん、だからそういうふうなね分かんない人とはもうね、うん、まあ、別に関わらなくてもいいっていうぐらいのさ、うん、強いことも言ってたけど、うん、その気持ちも分かるよね、そう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 、うん、みんなが分かってくれるまで、うん、我慢しますったらもしかしたらもう未来永劫性は来ないかもしれない、そうなんだよ、万人に理解されることって難しいかもしれない、そうだからさ我々が声出すことだってさ、うん、まあ一応科学的に分かってるかもしれないけどさ、うん、でそれも正確じゃないかもしれないし、頭で考え脳のことだって分かってないんだからさ、そうだよね、分かってないけど考えてるじゃん、そうだね、ね、うん、うん、いろんなこと見えることだってさ、うん、本当に全部が
ただこう、何かが見える、それを、全て科学的に解明されてるかってされてないと思うよ。そうだね、うん、だけど見えるんだから、うん、それと同じで彼らは別にそれが証明されようとされてまいと自分たち意思があるかないかっていうのはそれはもう、うん、な、うん、事実なんだからさ、それはもう明らかだよね。うん、うん、そう、うん、そうそう、だからそういうふうなこともさ、なんか、証明されなきゃいけないっていう、本当にそうなのかっていうふうなこともあるよな、うん、でもそういう証明したいという努力をしているという、うん、その柴田先生のこと、そうそうそう、それは必要なんだ、姿勢は本当に素晴らしいと思う。そうだよな、うん、あ、まあ、そんなことでね、うん、これが伸びていって発展していくことを願ってるよね、うん、本当そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。